シアタイガーが率いた太陽の海賊団のシンボルと全く同じものなんです。だからシャンクスはルフィの手配書を見た際にニカの姿を見てこれがと言っていたり、自分の腕を犠牲にしてまでもルフィのことを守ったんじゃないですかね。気持ちだけはもう太陽の神ニカと同じようなもんなんですよ。考察会トップを取ったけです。よろしくお願いします。シャンクスの出世が明らかになりました。宝箱からね、ロジャーに拾われたとかありますけど、その細かいところの詳細今回ね分かってしまったので皆さんに話したいと思います。目次を発表します。出世、リンク、レッドフォース号、以上の目次で話したいと思います。出世、この目次から話していきましょう。シャンクスの家系について、シャンクスはフィガーランド家の人物であることは皆さんなんとなくご存知だと思いますね。フィガーランド家というのは映画ワンピースフィルムレッドより名前が明かされた家系。さらにゴッドバレー事件の際にガーリング姓の若い頃を見てもシャンクスにそっくりだったので、まあシャンクスの父親がガーリング姓なのはまあ間違いないんじゃないのかと。ここまでは皆さん分かっていることだと思いますが、疑問なのは母親誰なんだいって話なんですよ。確かに気になりません。これシャンクスは434話の白ひげの会話の際にこんなセリフありました。白ひげがウエストブルーの酒だな、あまり上等じゃないだろう、俺の故郷の酒だ、飲んでくれと言ったんですよね。フィガーランド家だったとしたら故郷はマリー城なのでウエストブルーではないですよね。ということはつまり母親がウエストブルー出身の人物なのではないかと僕は思うんですよ、はい、なるほどね。なぜウエストブルーの出身の母親がガーリング姓と結びシャンクスを産んだのか、まあ、これは疑問ですが、ジニーとかの件もありましたからね、奴隷としてマリー城に連れて行かれた線が濃厚なんじゃないかな。なるほどね、まあ、ここまではね想像できますね。もしそうだとするならば、ロジャーと話した際泣いていたシーンありますね、はい、自身の出世を聞かされたからだとしたらシャンクスが泣くのも納得できると思うんですよね。ロジャーが言うんだよね、お前はってあの父親があのクズの天竜人で母親は奴隷めっちゃ嫌なやつじゃん、ロジャーシャンクスの母親は奴隷だと考えていますね。そのように考える根拠は大きく2つあります、はい、それを話していきましょう。リンク、この説明をしたいと思います。奴隷といえば奴隷狩りが行われたゴッドバレーが想像つくと思います。過去の考察でも話しましたが、ゴッドバレーとリンクする場所があるんですよ。それがスリラーバークです。これ結構濃厚説、濃厚ですよね。かなり濃厚だと思いますね。リンクする点は数多くありますが、1つ目、スリラーバークは船になる前西の海ウエストブルーにあったことが分かっているので両方ウエストブルーにあるという共通。2つ目、ゴッドバレーは跡形もなくなっていますが、スリラーバークもモリアに改造されているので現在跡形もありません。3つ目、ロックス海賊団にいたメンバーたちがスリラーバークでゾンビとして数多く登場してるんですよ。4つ目、科学に対して熱心な人物の存在。スリラーバークでは皆さんご存知の通りゾンビが登場しました。これはホグバックによる科学力が大きいでしょう。ゾンビね。ゴッドバレーでは元ロックス海賊団にステューシーがいたと、はいはいはい、マッツの居候として携わっていたものですね、うん、これらの点からゴッドバレーとスリラーバークはリンクしている点が多い、また同じ場所だと僕は考えていますね、うん、そうなればシャンクスの故郷がウエストブルーというのもゴッドバレーを故郷として暗示しているとするならば納得がいくと思うんですよ。確かに西の海になるわけだもんね。そうなんです、はいはい、さらにこのスリラーバークでのこの一コマ、闘技場でのシーン、これ注目してください。ここにある紋章、皆さんお分かりですか？はい、この紋章、ラトビアという国などにも牧章として使われているものであり、なんとグリフォンを意味しているんです。グリフォンといえばそう、シャンクスの愛刀グリフォンが頭に浮かびます、はいはいはい、シャンクスとつながるグリフォンがゴッドバレーとリンクするスリラーバークに隠されていたんですよ、はい、これこそがシャンクスはゴッドバレーにいたという伏線になっているのではないでしょうか。なるほどね、こんなちっちゃい一コマに残すんだもんね。そうだね。そして根拠の2つ目、これかなり衝撃なので楽しみにしていてください。レッドフォース号、この目次を話していきましょう。シャンクスの船はレッドフォース号、直訳すると赤い剣意という意味になります、うん、
うん、赤といえばワンピースの世界で言えばレッドライン、権威といえばこの世界でも権威のある天竜人が思いつくので、やはりシャンクスは天竜人の血が入っているんだなとか思いますが、はいはいはい、このレッドボース号に隠された秘密はそれだけではないんです。ほう、衝撃的なものがここに描かれていたんです。頂上戦争の際来たレッドフォース号、選手に描かれているものわかりますか？フィッシャータイガーが率いた太陽の海賊団のシンボルと全く同じものなんです。太陽をシンボル、うん、そう、太陽の海賊団は奴隷解放を行いましたね、はいはいはい、奴隷解放のシンボル太陽、レッドフォース号になんと同じものが書かれていた。ああ、太陽といえば皆さん今ね、太陽の神ニカが思い浮かんだと思います。はい、ニカは奴隷解放の戦士と言われていますね、はいはい、シャンクスの船には奴隷解放のシンボルでもある太陽が書かれているんですよね。なるほどね。これこそがシャンクスは天竜人の父と奴隷の母から生まれたということをこのレッドフォース号の戦士で暗示しているのではないでしょうか。でもマジすごいじゃん、まんまだもんね。そしてシャンクスはゴムゴムの実を手に入れるためにフーズフーが乗っていた世界政府の護送船を襲ってまで手に入れようとしているんです。そう考えてみるとシャンクスってもともと自分があの悪魔の実を食べてニカになろうとしていたんじゃないのかなと思うんですよね。なるほどね。しかしニカの悪魔の実を食べたのは皆さんご存知の通りルフィなんですよね。はいはい、悪魔の実には意志が宿る、ゴムゴムの実はルフィを選んだと考えてますね。はいはいはい、はい、まあそれはマジで俺もあると思ってる。だってシャンクス、俺も食べればなんていうの、奪ってるんだから、シャンクスとは言わずに悪魔の海賊団の誰かが食べるとか何か利用するっていうことあっていいと思って、やらなかったんじゃなくてできなかったってことだと思ってる。そうなんですよ。それが今言ったことある。ゴムゴムの実、一つの遺言獣種モデルニカがルフィを選んだからシャンクスはニカになれなかったんですよ。だからシャンクスはルフィの手配書を見た際にニカの姿を見てこれがと言っていたり、自分の腕を犠牲にしてまでもルフィのことを守ったんじゃないですかね。気持ちだけはもう太陽の神ニカと同じようなもんなんですよ。いやでもこれ僕ね、これ聞いて嫌な展開も思いつきましたよ。お、ここまでがその通りだとするじゃないですか。腕を犠牲にしてまで守った、一見いい意味に聞こえるかもしれないけど、はい、結局黒ひげみたいにシャンクスもいつか悪魔の実を奪うみたいな展開を狙ってる可能性はあるよね。あー、なるほどね。覚醒するのを待っていたと。そうそうそう、なるほどね。育つのを待ってるってことか、うん、シャンクスって味方が敵で今も分かってない。分かんないね。分かんない。全然敵の可能性あるじゃん、うん、全然ある。ってなったら今俺が言った感じの展開あるんじゃねって思いますね、うん、実際にシャンクスの母が奴隷だったとするならば、こんなストーリーがあったらどうでしょうか。時はゴッドバレー、奴隷狩りをしている天竜人たちのところにロジャーやロックス海賊団が現れた。そこにシャンクスは父親であるガーリング星と母親である奴隷の民とゴッドバレーに来ていた。大混戦の中、シャンクスの身の危険を感じた母親が宝箱にシャンクスの身を隠し逃がした。そこで宝箱に隠されたシャンクスをロジャーが拾い、シャンクスはロジャーと共に行動した。母親は息子であるシャンクスを逃がしたことによりガーリング星に粛清されてしまったなんて話があるかもしれないですね。おー、でもそう考えると今までのワンピースの話いろいろつながるんだよね。シャンクスがまず宝箱に入っていたってこと自体がさ、みんな不思議なわけでしょ。不思議です。結局ね、小田先生もワンピースはちゃんと実在するって、まあ、しろりも言ってたし、そうですよ、あるんだろうと思うんだよ。で、絆とかじゃないよっていう、はい、でも、いろんな宝があると思う。人ってやっぱ宝なんだよっていうことも俺は伝えてるんだと思うよ。なるほどね、うんうん、はいはいはい。もしね、シャンクスがこのように宝箱に入れられたとかってなれば、まあワンピースのシーンのいろいろなオマージュにもなっているから面白いなと思うんですよね、はいはいはい、例えばコラソンがロウを宝箱に隠し逃がしたありましたね。ロウを宝箱に入れたコラソンは殺されてしまった。こういったこともシャンクスの母親とオマージュされている、つながっているとかも考えられる。確かに。ガリング星がミュスガルドを粛清したところとかね。そうだね。まあね、小田先生、こんなことまで考えすればやっぱさすがだなと思いますよね。はいはいはい。ということで、この動画がいいと思いましたら、いいという夢を向けてごちそうさまですとコメント欄で書いていただいております。ヨミさんよろしくお願いします。考察が面白かったら、ぜひ職場や学校で僕たちを広めてください。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ビッ